このコーナーは、毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、及び障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。パラ陸上短距離、田川智樹です。田川智樹、1986年、神奈川県生まれの29歳。中学から陸上を始め、早稲田大学に進学後、本格的に障害者スポーツの道へ。 パラリンピックには北京、ロンドンと2大会連続で出場。手に障害を持つ選手の中では国内最速で日本記録ホルダーでもある。右上司機能障害のため、生まれつき右腕の前腕部が短い田川。だが、子供の頃からスポーツは大好きで、中学、高校と健常者の生徒と一緒に陸上部に所属。はじめは投ての選手だった。 中学から陸上部の部活で始めたんですけども、まあきっかけとしては何かしらスポーツやりたいなと思っているところがあったんですが、小学校でサッカーをやったりとかバスケットをやったりわけではなかったので、 まあ、とりあえず友達がいる陸上部だったら何とかやっていけるかなと思って、えっと、入ったことがきっかけだったんですけども、特段足が速かったわけでもなかったので、まあ、先生が、まあ、投てきならいい,いいんじゃないということで、何かしら一人一人の選手に対して高飛びだ、幅飛びだっていう種目を与えてくれる中で、私投てきっていう形で砲丸投げを選んでいただいたっていう形ですね。その後田川は早稲田大学に進学。体育会の競争部には入らず、 趣味的に競技を続けていたが母親の勧めで障害者アスリートによる競技会に出場したことから本格的に陸上を始めることになる中学高校の時は楽しくやってましたが障害者の大会に出た時にすごく活躍ができたというか一番だったりとかあの大会記録とかっていうような形でその過去の歴史を一気に塗り替えるような形ですごく楽しかったんですねそういう面初めて味わえたというかあすごく楽しいな といいうううな思ったところから続けてみようっていうふうなやるからにはもっともっと上の大会行って世界大会とかそのパラリンピックっていうところでやるなら本気でやろうっていうところで活躍したいな出てみたいなって思ったのが単純なきっかけかなと思います田川は練習場所が制約される投的競技から体と道さえあればどこでも練習が可能な短距離走に転向タイムを上げるため当時日本の選手では珍しく 義手をつけて走るようになったそのメリットは、えー、クラウチングスタートの時に、えー、と私右手がやっぱ電話欠損とということなので短いんでですねなので義手によってその右手の短い部分を補うことによって両肩の高さが揃って、えー、と安定したスタートが出れるっていう利点があったっていうのが1点とあと右手に物がついてるっていうところがあるので、えー、と意識して腕を振ることができるようになるっていうのが あのもうの一生懸命やっぱり腕を振った方が推進力も出ますしあの前に進むんじゃないかなというふうに思いますねあと義手をつけることによってその、まあ、かっこよさじゃないですけどなんか違った自分が見れた気がしたのでそういったところでつけてよかったなっていうのは思いますね持ち前の研究熱心さもあって田川の進歩は目覚ましかった2006年大学3年の時に アジアパラ競技大会の前身にあたるフェスピックに出場したタガーは、100メートルで銀、200メートルで銅メダルを獲得。翌年、タガーは北京パラリンピック代表に選ばれた。 アジアの中で銀メダル、銅メダルっていう形で結果を残すことができたので、自信になったっていうのはすごくあります。パラリンピックにはすごく出たいなっていうのがすごく思ってたのところだったので、えー、と2008年の3月、まあ、事務局の方から出場を決まりましたっていうことで言われたときは、すごく嬉しかったっていうところと、今までやったことが報われたなっていうのはすごく感じました。2008年 陸上短距離日本代表として北京パラリンピックに出場した田川。100メートル、200メートル、4×100 メートルリレーの3種目に出場。だが、個人種目はともに予選落ち。そしてリレーはバトンの受け渡しミスで失格という屈辱を味わった。私、第2走者だったんですが、第3走者の方にバトンが渡らなくて失格だったんですが、ブラジルの選手に、えー、と両腕のない選手が いらっっしゃったことで急遽バトンを持たないで手のタッチ体の一部に触れればいいよっていうようなルールもともとルールの規約にはそう書いてあるんですけども我々の勉強不足で急にそういったところのところは整合性がつかなくって、えっと、届かなくて終わってしまったんですけども私 ブワーっっててダイビングをし,てしまったんですよとってつもなく大きく転んでしまって、でえっと、ユニフォームの方にもいろんなところをすりむいてしまったんですけども、まあ、そういうふうに転んでしまったりとかっていう選手っていうのは、多分あのオリンピックとかパラリンピック含めても、多分私だけだったんじゃないかなっていうところで、ちょっとあすごいことをしてしまったかなっていうのは感じました世界の壁は厚かったが、得たものも大きかった。 個人種目は予選落ちて、リレーは失格って、本当に何しに行ったんだっていうような形の結果に終わってしまったんですが、世界の方々と直接触れ合うことができたので、あ、自分のレベルは今ここなんだっていう、自分の位置を再確認できたことっていうのが大きな収穫だったなっていうところと、そころですごく悔しい思いをした。周りがみんなメダルを取ったりとか、決勝に行って入賞しましたっていうような症状がもらえたりするんですけども、ほとんどの選手が結構取ってたので、 すごく悔しい思いをしたっていうのが、その後も頑張りたいなって思ったきっかけになったっていうのは、間違いなかったなっていうのは今思います、北京での屈辱をバネに、4年後のロンドンではメダルを。太川はトレーニングに励んだが、その間、卒業、就職したこともあり、練習時間が思うように取れなくなった。2010年、 えと就職1年目なんですが、えー、と怪我もあってですねなかなか思うように結果が出ずに、えー、と2010年のアジアパラ競技大会っていうのがまた12月にあったんですけどもそこで、えー、全然思うような結果も出ずに予選落ちっていうふうになってしまってもうだめなのかなって思ったところがあったんですねでもやんなきゃなと何がきっかけっていうところはな,な,ないんですけども自分が結果を出すまではとりあえずやってみようとはい。 迎えた2012年、ロンドンパラリンピックの年がやってきた。この年、ジャパンパラ陸上競技大会に出場した田川は、200メートルで22秒82の日本新記録をマーク。さらに、4×100 メートルリレーでも46秒33と、これも日本新を達成した。田川の中で何が変わったのだろう その年齢なんですけれども100メ、えートルでセカンドベスト人生の中でセカンドベストが出たんですね。で元々震災もあってなかなか仕事も業務も忙しくなる中で、えー、今までは練習といえば量をやって疲れないと練習したっていう形にならないんだってずっと思ってたんですけれどももう社会人になって仕事も忙しくなって練習する時間がなくなったところの中ですごく考えるようになって何かに特化したような練習にすごく切り替えたことによって で、2011年に100メートルセカンドベストが出たので、あ、これは間違ってなかったんだなってその延長戦でまあ200メートル22秒82っていうところと、まあリレーでも日本新記録を出したんじゃないかなというふうに思います。はい、世界の熱い壁に跳ね返された北京パラリンピック。あれから4年間、自分はやるだけのことはやった。今度こそメダルを取る。2012年。 決意を胸に田川はロンドンドへ乗り込んだどの種目でもいいからまず決勝に行くっていうところと,、えー、とリレーについては必ずあのタイムを残すと,、えー、と失格しないで走り切るっていうのところを目標にしてました北京の時は普段やらないようなことをすごくその場で知ってしまったっていうのがすごく反省としてあったので例えば 食事ですとか、そういうところも、そんなに普段はそんな気をつけてないんですけれども、その選手村に入ってからいきなり野菜を多く食べようとか、えっ、ー、と、油っぽいものはやめようとか、そういうような普段とガラッと、そこで背伸びをしようとしてしまったので、ロンドンについては、もう普段通りやろうと。で、それで結果が出なかったらしょうがないっていうような形で気持ちを切り替えて臨みました。タガは北京大会と同じ3種目。100メートル、200メートル。 4×100m リレーにエントリー。まずは 100m の予選。8人が参加し、上位2人は無条件で決勝に進出できる。タガーは2位でゴール。パラリンピックで初めて予選を突破した。なかなか掲示板にそのタイムっていうのは出なかったんですけども、出た瞬間はもう、わーっていう形で思わず叫んでしまったっていうのを覚えてます。 裏でもコーチとちょっと涙ぐんで、あの、はい、よかったねっていう形ではい、なりましたメダルを狙い臨んだ100メートル決勝結果は5位に終わったが3位とはわずか0.06秒の差だったメダルにあとわずかのタイムで田川はパラリンピック初の入賞を果たしたまだまだ3位と0.06秒差ってことだと思うんですけども のもうちょっと頑張ればメダルに届くんだっていうような自分のレベルを再確認することができたのでよかったなっていうのは感じています200メートルは予選落ちだったが続く 4×100 メートルリレーは45秒36の日本新記録をマークして4位こちらも本当にメダルにあと一歩だった これも4位っていうところも私的には満足をしていて、北京の時は失格をしてしまったので、まずとりあえず4位っていうか結果を残すたっていうのはすごく目標としては達成したなっていうのを感じてます。あと、日本のリレーのメンバーはみんな4人とも仲がいいので、バトンパスだけが勝負という、個々の走り。 だけを見てしまうとどうしても世界と差が出てきてしまうんですけどもバトンパスとかそういったところを精度上げようってずっとこのあの北京以降の四年間頑張ってきましたので結果としてえっ、ー、とこういった日本新記録っていう形で出したのはすごく嬉しかったっていうところですね今回もメダルには手が届かなかったが北京とはまた違った充実感があった北京とはだいぶ違った えとロンドンですごくいろんなものを得たなと思ってるんですけども例えば決勝に残れたことによって総理官邸に招待されたりとか桜を見る会って言われるようなところに招待されたりだとかいろんなところに決勝に出ることによって、えー、といろんな方々にお会いできたりっていう機会が増えたのですごくあこういうところにまた来たいなっていうもうちょっと頑張ろうかなっていうモチベーションのアップにすごくつながったっていうのはありましたね。 結果を出さなければ、なかなかそういう厳しい世界だなっていうところの反面、そういうふうに感じましたし、今後も自分のやってきた練習の中で、あながち間違いじゃなかったんだなっていう自信をつけながら、ロンドンを終えることができたのかなっていうふうに思っております3度目の出場となる来年のリオパラリンピックに向けて、田川の戦いはすでに始まっている。昨年10月田川は 韓国インチョンで行われたアジアパラ競技大会に出場。100メートル、200メートルでともに銅メダル。4×100 メートルリレーでは金メダルに輝いた。すごく私の中で満足してます。というのは、私個人的な話で言うと、その4年前では予選、全部予選落ちで終わってしまったところがあったので、まあ、リベンジじゃないですけども、すごく自分の中では重要な位置づけというか、 もう一回何としてもやってるっていうような大会で臨んだ結果だったので、アジアのレベルもすごく上がってる中で、えっ、ー、と、メダルを取れたのはすごく良かったなっていうのを思いますね。金メダルを獲得した 4×100 メートルリレーは、まさにチームワークが生んだ勝利だった。田川のほか佐藤圭太、鈴木徹、そして新たに加わった山本敦勝因は何だったのだろうか ロンドンの大会が終わってからもリレー競技っていうのはやっぱり力を入れていこうっていうふうに思ってたのでメンバーもそこまで変わらないですしリレーだけの合宿っていうのをその赤丸の NTC ナショナルトレーニングセンターの陸上競技で何回も行ったりとか北海道の方でも毎年合宿をやるようになったんですけどもせっかく集まった時はリレーだけを重きにおいてやりましょうっていうのをすごく話し合いとして持ってたので。 そういったところですか、ね、あとバトンパスを何度も調整したりっていうところがすごくやってますのでそういったところからメダルを取れたっていうところもあるかと思います田川はそれまで2番目に走っていたがロンドン以降はトップを務めているこれは心理的な負担も考慮した作戦だという私今1走なんですが2走だともらって渡すっていう結構。 ちょっと緊張するところがあるんですけど、私ちょっと昇進者なので、えっともう、ダーッて走って、プッって渡せるだけですごく、佐藤慶太くには申し訳ないんですが、すごく楽をさせていただいているかなっていうところと、あと、メンバー的には私が一番、障害も含めて一番早いので、あの、先行逃げ切りじゃないですけども、勢いをつけて、バトンを渡そうっていうような作戦もありますね。これからリオに向けて、いよいよラストスパート。 悲願の金メダル獲得まで、今後、どんなスケジュールが待っているのだろうか。9月の第3週に、ジャパンパラリンピックという、日本で一番大きい大会がございますので、そこで、まず結果を出す。ポンと一発出しておけば、あの、リオの選考会としては、ステップに乗るんじゃないかな、というふうに思ってます。で、その後、その10月の末に、えっ、ー、と、世界選手権、陸上だけの世界選手権がカタールのドーハで行われますので、そこも、あのー、 リオに出てくるような選手がたぶんいっぱい来ますので、えー、前哨戦じゃないですけども、重要なステップとなる大会なんじゃないかなというふうに思ってますメダル獲得を目指し、田川が今、トレーニングで一番力を入れてるポイントは。重要な課題として私が持っているのは、走るときにどうしても顎が上がったりとか、顎が上がってしまうと、足が後ろに流れてしまうところがあるので。 そういったところはないように、まあ基本的なところなのかもしれないですけれども、そういったところを改善できれば、もっともっと、あの、メダルに近くなるんじゃないかなっていうふうに感じています。なので、まあ一生懸命手を振るっていうところも含めて、いろんなことを今考えながらちょっと練習をしているので、なかなか今タイムに結びついてないところもあるんですけれども、そういった課題を克服して、まあリオに向けてスタートを切っていきたいなというふうに思っています。田川には競技をする際によく聴いている曲があるという。 ジュジュのカバー曲なんですけど Beloved っていう歌がすごく印象に残ってます。2010年ちょっと失敗をしてしまって、2011年もなかなか記録が出ない中に、えっ、ー、と、昔のその g さんが出している Beloved って曲をカバーされたジュジュさんの歌があったんですけども、それをたまたま先輩と焼肉を食べてる時に流れていて、あれって思って、えっ、ー、と、すごくいい歌っていうず,ずっと思ってたので、 それを聴いてから、なんか、なんで、心が和うんじゃないですか懐かしい気持ちと、やっぱり頑張らなきゃなっていうところで、その歌にはすごく勇気をもらって、今でもよく聞いてますまた、普段一般企業に勤めている田川にとって、海外遠征の際は、仕事との調整も必要になる。 プロとかではないので、えっ、ー、と、他の海外大会に好きなだけ行けるような形ではないので、会社にもお願いして、お休みをいただくっていうところで、えっ、ー、と、お願いをしております。前回ロンドン大会に出させていただいて、すごく会社も社内的ですけども、応援をしていただいて、私はこういう人間ですってすごく知ってもらえてるので、イオに関してもい、 何も特別なことがない限り言っちゃダメだとかそういったことはなくてどんどん言ってらっしゃいっていうような雰囲気づくりを勝ち取ることができたのでそういう意味だと今はやりやすいなっていうふうに思いますねそんな田川を家族も支えてくれている私は都内で今一人暮らしをしてるんですがやっぱり親のおかげでここまで来れたっていうのはすごく経済面にしても栄養面とか生活面にしてもすごく、えー 親のおかげでここまで来れたっていうのはすごく感じてますので親にはとっても感謝してますしそういう意味だともっともっと私が頑張ることによってあのリオ東京という形で結果を出すことによって息子はこんな頑張ってるぞっていうところをこちらの方から伝えることができればなっていう目標はちょっとは思ってますね。はい、海外大会北京の時もそうですしロンドンの時もあとフランスで世界選手権もあったんですが。 2年前にににそこにも応援に来ててくれてアジア大会の時ももともとメダルセレモニーの時には飛行機のフライトで帰る予定だったんですけどもそれをわざわざ金メダルを取ったから延長してわざわざ来てメダルセレモニーを見て帰ったのでやっぱりとても見たかったりすごくそういったことをしてくれたところも嬉しかったなっていうのを思ってます。田川にこれからの夢目標を聞いてみたあの私がやっ できたことをみんなに知っててもらえて例えば障害者スポーツが活性化したりとかこういった私たちが頑張ることによって、えー、とあ私もできるとかあの陸上やってみようって思ってくれる方が増えればなっていうのをすごく感じてますので、えー、とまだ自分で結果を出したいなっていう、まあ、結果というのはメダルとは限らないですけども 100m の記録を10秒台で走ったりとか、えーとまあ、メダルが一番いいところもあるんですが。 結果を出すことによって周りの方にあじゃあ俺相手ができるんだったら俺もできるじゃんっていうような刺激を与えられるような存在になりたいなとすごく思ってるのでそこを頑張りたいなっていうのを思いますね。講演活動じゃないいですけども小学校とかににお話しに行く機会をいただいて でですね、回らせていただいたところあるんですけどもやっぱり障害ある方がいらっしゃってで手に不自由やっぱり僕と同じような障害を持ってるんです女の子だったんですけどもえっ、ー、となかなかリコーダーとかそういう話をしてる中であの自分がこうで出ることによっていじめが少なくなったりとか周りに溶け込みやすくなったっていう声を聞いたことがあったのでそれは嬉しかったなっていうのはすごく感じますね。